リースローではここ点差は開かずという展開。アバリエントスが入ってきています。このもらってからすぐのショット、キャッチャーのショットのスリー来ました。そしてボンズが戻ってきたのは長崎サイド、中への合わせが合わない。サノバです。アバリエントス周りを見ながら待つ、そのままファールもらいながらエンドワン。アバリエントスが周りを見ながら自分で行った、仕留めてきたスリーポイント。しっかり抑えられてるんですよね。そこがね、こうやって追いついてこれた一つの要因だと。グラントリーを残してボンズを避けてパーティー投入です。早いタッチできた、スリーポイント。サイドが2つ、長崎サイドが1つ、そしてチームファール、今長崎がすでに4ファールになっています。